アドバンス・オブ・ゼータ、ティターンズの旗のもとに、は、模型と小説による、フォトストーリー作品を呼び、同名の漫画作品。アニメ作品を中心とした、ガンダムシリーズの作品の一つで、サンライズとメディアワークスのタイアップで展開され、模型雑誌、電撃ホビーマガジンで2002年から2007年まで、連載されていた。宇宙世紀84年から88年を舞台とし、アニメ、 機動戦士ゼータ、ガンダムの外伝として位置づけられている。主人公が、ティターンズテストチームのパイロットであり、機動戦士ゼータガンダムに登場した、様々な兵器のプロトタイプの存在や、冤罪裁判が絡む複雑な人間模様の展開がある。小説部分の著者は、今野里氏、炭鉱本前六巻 こちらでは、宇宙世紀84年以降を舞台とするエピソード1.0からの展開と、宇宙世紀88年以降を舞台とするエピソード5.9からの展開が、毎月交互で連載された。後に過失修正した単行本が2巻出版され、題名も、機動戦士ゼータ、ガンダムガイデン、ティターンズの旗のもとにアドバンスオブゼータに変更。 2010年7月にメディアワークス文庫より文庫版も刊行されたが、題名はティターンズの旗のもとにアドバンスオブゼータマイナスとなっている。漫画作品は2003年から2008年4月号までメディアワークスの漫画雑誌月刊コミック電撃画用で連載された。作画は水木立。単行本前4巻。こちらでは、 フォトストーリー版におけるエピソード1.0からの展開のみが連載されている。また、途中に新たなエピソードが追加されており、各登場人物に関する描写もより細かいものとなっているが、小説版の法廷編は含まれていない。本企画は当初、商品化の予定はなかったが、読者の人気を得たことでバンダイより、ヘイズルなどが、 HGUC シリーズのプラモデルで発売された。きっかけは電撃ホビーマガジンの付録企画の実施によるもので、同志の読者意識調査や、ホビージャパンでのマスターグレードシリーズ開発への読者意見の反映など、各アンケートが商品化の検討資料とされた。続編として、本作に登場したガンダム TR-6 シリーズのその後を描く。 AOZ リブートガンダムインレクロウサギの見た夢が2014年5月24日より電撃ホビーウェブにて連載中。本作はアニメ機動戦士ゼータガンダムで敵側の組織として描かれたティターンズに関わる人物を中心として同作の物語を掘り下げることを目的としている。正義感と誇りを持った若きティターンズ士官たちの栄光と挫折。 そして不当な俗軍扱いへの反抗を描いていく。物語は時系列ごとに大きく二つのパートに分けられ、それらが交互に語られる形式で同時進行する。一つはグリプス戦役後に進むティターンズ排斥の流れの中、戦犯扱いされて軍事裁判にかけられた青年士官エリアルドハンターを救おうとする連邦軍法務局の法務官。 コンラッド・モリスの本奏を中心に描く法廷編。もう一つは、エリアルドのティターンズ入隊からティターンズテストチームへの配属、そしてグリプス戦役最終局面までの足取りを描いた T3 部隊編である。ティターンズはその権力拡大のために強大な戦力を必要とした。そのためにティターンズ専用の新型兵器を秘密裏に開発。 テストする部門が必要となり、そうして作られたのが、ティターンズテストチームである。中心となるのは、ウェス・マーフィー大尉が指揮するテスト招待で、主人公のエリアルド・ハンター中尉はこの招待に所属している。エディート組織、ティターンズの名声と、軍の新兵器を優先して使えるという立場から、一般の連邦軍将兵の厄介を受けることも多いが、その実態は、 風評とは逆で常に信頼性の低いテストパーツでの実践を強いられる過酷な任務が連続する激戦区だった。グリプス戦役末期にはもはやテストすらしていない新兵器をそのまま実践投入することが状態化していった。発足当初からコンペイ島所属のアレキサンドリア90寿命館アスワムを母艦として主にコンペイ島周辺中域や 地上のジオン広告軍残党を相手にテスト任務を行っていたが、グリプス戦役の激化とともに実戦部隊に昇格し、大規模な作戦にも参加するようになった。なお、小説版においては87年5月のカラバ、基地総統作戦の折にサラミス改め90名館、イズミイルが新たに配属され、アスワンと行動を共にすることになった。この時、 マーフィー正体は保有する機材やデータごとイズミールに異常している。戦役の最終局面であるコロニーレーザー攻防戦においてイズミールとアズワンは撃沈され組織も壊滅するもほとんどの隊員は生存が確認されている。主に試作機を運用するティターンズ側のみならずエウーゴやジオン山東軍も本作オリジナルのカスタム機を多数運用している。 ヘイズル改めが登場するまで T3 部隊の機体は共通のカラーリングであったが、ヘイズル改めから試作機は白を基本に胸部などを濃っ込んで、正式採用となると、キターンズカラーに塗装されるようになったようである。T3 部隊全体としての共通マークとして、アルファベットの T を3つ組み合わせたマークが付けられている。その他、マーフィー率いるブラックオーター小隊の機体には、 ウサギをモチーフにした招待マークも付けられている。TR シリーズの愛称は、小説、ウォーターシップダウンのウサギたちに由来する。TR-1、TR-2、TR-3、TR-4、TR-5、TR-6 その他鑑定。ありがとうございます。